矢野淳也は、日本の政治家、政治評論家、衆議院議員、公明党委員長、大阪府議会議員などを歴任した。異界勲章は朝日大受章。大阪府八尾市出身。大阪府立山本高等学校卒業。1953年、総価学会に入会。当時は、京都大学経済学部3回生だった。1955年3月。 同大学卒業。同年4月、大林組に就職。1963年の大阪府議会議員選挙に、大阪市行野区選挙区から立候補し初当選。1967年1月29日に、行われた第31回衆議院議員総選挙に、旧大阪4区から公明党公認で立候補し、トップで初当選を果たした。 当選直後の臨時党大会で公明党書記長に就任する。また、就任直後、通常国会の予算委員会で、当時の与党、自民党の野党に対する国会対策費の内幕を暴露し、国会が混乱した。1970年、社会党書記長の江田三郎や民社党書記長の佐々木、良作らと新しい日本を作る会を結成する。 1986年12月20年近く勤めた竹入義勝の公認として公明党中央執行委員長に就任する。初期長には副初期長だった大久保直彦を指名した。1987年首相指名選挙において社会党委員長の土井高子を内閣総理大臣指名統一候補として推薦した。名電工事件に絡み、 1987年1月、名電工が売った10億円の株の購入者の中に、矢野の秘書、元秘書の名前があったという疑惑が生じる。1988年12月9日に、朝日新聞が脱税事件の捜査の過程で、矢野綾成元公明党委員長の秘書らが、総額10億円もの株を購入した、名義人に名を連ねていたと報じた。同日、 矢野は自身と秘書の関与を否定。これとは別に、1987年5月、明電工の関連会社の株取引に関係して、矢野の自宅で2億円の授受があったとの疑惑を、朝日新聞が追及。当初、朝日新聞の取材に対し、2億円授受の疑惑を否定していた。百八十八年十二月十日、朝日新聞社を名誉毀損で刑事告訴するも、 1989年3月23日に取り下げた。1988年12月12日、記者会見を開き、名電工元専務、石田敦氏に対し、自宅で現金2億円を受け渡したことを発表し、元秘書と名電工側との株を担保にした融資を仲介したと説明した。翌13日、これに対し、朝日新聞は、 矢野委員長との株売買だったとの石田光志郎の証言を報じている。1989年5月、朝日新聞に明電光元相談役中、瀬古イサの明電光関連株をめぐる二億円授事は矢野委員長本人との取引だったという発言が掲載された。これに対し、悪意に基づく根拠のないでっち上げ発言だと反論。新聞各紙は、 矢野委員長の身体問題に発展も、中瀬小正元、公明党、矢野氏の身体問題に発展か、明電講義枠が再燃矢野公明党委員長、苦境に参院選控え身体もなどとも報じられた。同年5月17日、公明党委員長を辞任し、公明党最高顧問に就任。1993年6月の衆院選には出馬せず、政界を引退。 同年10月に文芸春秋に極秘メモ全公開を発表し、第55回文芸春秋読者賞を受賞した。これと共に政治評論家に転身した。2008年5月1日、総科学会を大会。2010年11月3日、朝日大受賞を受賞。2015年3月11日、佐藤山、総合の会の結成に参画した。 公明党を離党後、矢野は複数の訴訟を抱えるようになった。以前所属した創価学会や公明党元幹部らとの間で、訴訟合戦が繰り広げられたが、2012年2月に、双方が裁判所の勧告を受け入れたため、創価学会側が3件、矢野側が1件の訴訟を取り下げた。二千五年、公明党の元国会議員である、伏木和夫、大川清行、 黒柳明の三人が、週刊現代に掲載された記事で、矢野の手帳を強奪したかのように報じられ名誉を傷つけられたとして、同志発行元の後段者及び同志編集長、そして記事に、実名でコメントを寄せた矢野らを訴えた。東京地方裁判所は二千七年十二月、原告側の主張を認め、講談社と矢野の行為が名誉毀損に当たるとして、同社と矢野に、 総額660万円の損害賠償金の支払いと同社側、矢野それぞれに謝罪広告の掲載を命じる判決を言い渡した。同裁判には矢野が3人に対して自身の手帳の返還を求める訴訟も併合されていたが、同判決は被告矢野は原告らの求めに応じ、自らの意思に基づき本件手帳等を交付し、 被告矢野宅内を案内したことが認められと請求を棄却。矢野は控訴した。東京高等裁判所で行われた控訴審では逆に週刊現代による三人への名誉毀損を認めないどころかプライバシーの侵害だとする矢野の主張を全面的に認め持ち去った手帳の返却と合わせて300万円の支払いを命令。 逆転敗訴となった三人は上告するが、2009年9月1日、最高裁判所、第三章法廷は控訴審判決を指示、上告を受理しない決定を下し、実質、矢野の勝訴、総価学会の敗訴が確定した。この件では、さらに2009年6月、大川、伏木、黒柳の三人が、矢野が出版した、著書、闇の流れ矢野綾やなりも、 黒い手帳に記載された虚偽の記述で名誉を既存されたとして発行元の講談社と矢野らを相手に6600万円の損害賠償と謝罪広告の掲載、販売差し止め等を求めて東京地裁に提訴した。訴状では矢野が2冊の著書の中で3人が2005年に矢野宅を訪れて手帳を放奪したりや探したりしたと記載したことは虚偽と指摘した。 また、当時のやりとりを録音した音声データをめぐり、矢野が著書で改ざんされたものと記載したことにつき、IC レコーダーの製造元であるソニー株式会社によるデータ解析で、編集が行われた形跡は確認できないと報告された点を挙げている。三人は、同日、新潮四十五0千九年六月号の記事についても、同様に名誉毀損に当たるとして、 三千三百万円の損害賠償等を求めて東京地裁に提訴した。二千八年、評論家としての活動をやめるよう強要された、などとして、総価学会と総価学会幹部を相手取り、五千五百万円の遺写料を求める民事訴訟を東京地方裁判所に起こした。訴状によると、矢野は三年前の二千五年五月、総価学会の施設内で、 複数幹部との面談で、評論活動の中止を要求されたと主張している。2008年5月20日、総価学会副会長の谷川良樹は、週刊新潮に掲載された矢野に関する記事で名誉を、既存されたとして、同志発行元の新潮社と同志編集長、記事中に実名で登場した矢野を相手に、1100万円の損害賠償と、同志及び全国紙などへ、 謝罪広告の掲載を求めて東京地方裁判所に提訴した。訴状によると、同志は谷川が矢野を脅したかのように報道したが、これに対し谷川は、危害を加えると脅迫したことは一切なく、全くの虚偽と主張している。2011年1月20日、東京地裁は矢野、週刊新潮早瀬編集長に連帯して33万円の 賠償金の支払いを命じた。2008年6月13日、民主党や国民新党の議員らの呼びかけにより、国会内で講演し、承認や参考人として、国会での証言に前向きな姿勢を示した。しかし、民事紛争の一方の当事者を国会の場に招き、その言い分を政治的に利用しようとする動きには、批判もある。小泉純一郎の元首相秘書官である。 飯島伊は、矢野氏を国会に招くことには、強い疑問を感じる。民事訴訟の片方の当事者が国会で証言を求めることは、単に政治を利用した、訴訟戦術のように見えるのだとコメントした。月刊誌、在会日本に掲載された、矢野淳也に差し疑惑が発覚同窓性怒りの激白、矢野は母校への寄付金を懐に入れたとの記事で名誉を。 傷つけられたとして、2006年12月、矢野は、発行元の財界日本らを相手に、損害賠償金を求めて提訴した。2009年8月26日、東京地方裁判所は、矢野のすべての請求を帰却した。記事は、矢野が、昭和52年、母校、山本高校同窓会から、 テニスコート改修工事費として挙出された200万円を採取したとの疑惑を紹介したもので、矢野藩の金銭欲についてのエピソードは他にも枚挙に、いとまがありまへん、主戦奴とは、まさに、矢野藩のことですわなど、関係者の証言を報じた。判決は記事について、一般人に、原告は、犯罪者であるとの印象を抱かせるもの。 原告が主戦奴であるとの意見ないし論評を表明するものと認定した上で記事中の事実を検証した結果重要部分について真実であることの証明があったと認められるとの判断を示したまた200万円の小切手を換金して矢野市の講演会事務長に渡したとする元田一公設秘書の証言などから公設秘書から受け取った現金を 事務長が矢野氏に渡したと推認でき、記事内容の重要部分は真実と認められると判事した。裁判では矢野の主張の信憑性が検討されたが、裁判所は矢野の陳述書と法廷での供述内容につき、食い違いが見られ、一貫性に欠ける内容と指摘し、原告の供述は直ちに信用することはできないと判示。他の主張についても、これを裏付ける。 客観的証拠は何ら提出されていない。教述の信用性は全体として相当減粛されていると言わざるを得ない。採用の限りではないとした。ありがとうございます。